久しぶりの謎バトロワの時間だぜ。もう大手が手を出さなくなったシュータージャンル、それがバトルロワイヤル。理由は簡単、既存タイトルが強すぎるから。でもそんな閉塞したジャンルにすげえダークホースが現れたぞ。それが現在開発中の運命のトリガー、ザ・ノビタだ。めちゃくちゃ可愛いガールがバトロワするこのゲーム。もちろん自分だって謎バトロワ実況者の端くれ。今回も余すところなく紹介していきますぞ。おーおーい、運命のトリガー、ザ・ノビタ、略してウントリはどんなゲームなのか。それはジャパニメーションなグラフィックが特徴の、次世代技術のアンリアルエンジン5で作られている、最大100名が大乱闘するヒーローバトルロワイヤル。様々な特殊能力を駆使する可愛いガールを使って、最後の1名になるまで頑張る、もうおなじみのゲームジャンルです。世界的に有名なシューターの開発に参加したベテランたちが作っていて、プラットフォームはパソコン、スマホ、さらにはプレステ、Xbox も予定しています。もちろん基本無料タイトルでペイプウィン要素はありません。最初からクロスプレイ完備でチームモードもソロモードもある新作バトロワ。それが運命のトリガー、ザ・ノビタ、略してウントリですぞ。もう略し方に悪意しかないんだよなぁ。おっと、イワンコフ、今回は登場が早めですな。そんなこのゲーム、まだ開発初期段階です。アルファでもベータでもなかったのですね。今回の映像はアルファ前の技術テストのものになります。メーカーに許可をいただいて動画化させていただきました。技術テストはアルファテスト前に正常に動くか確認するためのもの。そこからアルファベータを得て正式リリースになります。正式リリースは来年の末なのですね。そして今回のこの動画の一番の目的、それがこのゲームの認知を増やし、アルファテストの参加者を募ること、技術テストの次にやること、それが不特定多数のテスト、テストを得てバランス調整やゲーム性やグラフィックのブラッシュアップを行うけど、でもこのゲームはバトルロワイヤル、テストには大人数が必要です。だから動画で呼びかけるのですね。最初のアルファテストは9月末、パソコンのみが対象とのこと。もう来週目前じゃないですか、やだー。もちろんテストの参加も無料です。参加方法は動画の最後か概要欄に記載しますね。そしてアルファテストから動画配信が OK になるし、さらにこのゲーム、日本語のフィードバックも受け付けるとのこと。開発中の対戦シューターで日本語フィードバックできるのマジで珍しい。悲惨なき意見を述べてより良いゲームを作っていきましょう。グラフィックも何気に DLSS やレイトレーシングに対応してますよね。それでは次はこのゲームをより掘り下げていきますぞ。よろしくお願いいたします。ということでまずはポチッとな。ちょっとあなたね、他にやることがないわけ？こらー、この辺しつこんね、何をするだー。うわー、まさかのおさわり機能まであるとか隙がなさすぎる。これはオプション設定も期待できますね。いやまあこの段階では細かい設定はできないと思うけど、とりあえず恒例なのでチェックしますか。わかりましたー。それに比べたら最初にビビったことはもうこの段階でパッド対応してること。プレステと Xbox のパッドがサポートされるっぽいですね。ボタンのカスタマイズまであって至れり尽くせりでしたな。もちろんスコープの倍率ごとの感度調整も完備、シューター系に必要な操作オプションは技術テストの段階で搭載されておりました。でもみんなが気になってるのはここでしょう。視野角の調整ですね。大丈夫、 TPS でも90まで設定できました。でも TPS の視野角90ってそんなに広くない。けどこのゲームにはもう一つの視野角オプションがあります。それがカメラ距離。この数値を高くすればより視野を広げることが可能ですぞ。やっぱり TPS はくるぶしが見えないと安心できないぜ。なんなの、そのくるおしいほどのくるぶしのこだわりはなんなの。今回遊べたゲームモードはアウェイクナー試練、最大100名のバトロワモードです。これ多分バトロワ以外のモードも実装されそうだね。意味深な余白がたくさんありますね。残念ながら技術テストではサーバーは空いておらず、カスタムマッチでのボット戦になりました。対人テストはアルファテストで行うので致し方ないですね。それでもこの画面で確認できること、ソロとデュオとスクワットがある。そして TPS 視点と FPS 視点があるってことだ。ジャパニメーションで FPS 視点って初じゃないですか。これはめちゃくちゃに差別化要素。今後に超期待ですぞ。最初にやることはキャラの選択。キャラごとにパッシブとスキルとアルティメットがあります。そして面白いことはキャラによって最初からロールが設定されてること。アサルト、サポート、スカウト、タンクってあるのですね。まだ開発初期なのでアサルト以外のキャラは少なかったけど、リリース時点では10名以上の可愛いガールが実装されてそうだね。ケモナーもいることも忘れるなよー。そんな自分が今回選んだキャラ、私がこの世界を照らしたガール、光の速さで生きがりガールないおっさんですぞ。あとこれ、ゲーム前に通貨を持っていくことができます。
通貨はゲーム中に拾えて持って帰れるので、あればマックスまで持っていくことをおすすめしますな。もちろんバトロはゲームのお約束、ロビーも完備ですぞ。こらー、こんな可愛いウサギミニダルガラミするなー。そんなわけでゲームスタート。当然のごとく飛空艇から落下する現代の様式美ですな。この演出は外せないですね。そして面白いのはマップ構造。なんと空島があります。さすがにそこには行けないですよね。いやいや、空島も立派なプレイフィールド。ひえー、後で行ってみるといたしますか。そして M キーで全体マップが開けて、クリックすることでチームメイトに共有できる仕様だね。これも培った様式美ですね。いやいや、こういうので良いのですぞ。それじゃあ効果を開始するよ。どの辺に効果するつもりですか？ああ、今回は激戦区に降りてみようとは思う。おそらくアルファテストでは大混戦地域となる場所、それがスモハイドリゾート。ただ本番環境で考察すると、このゲーム序盤は激戦区に降りる必要はほとんどないとは思いますな。名もなき村作戦が強いってことですね。そういうことになりますな。ということで物色タイム。このゲーム、アイテムを拾うのにインタラクトキーを押す必要はありません。必要なものは勝手に拾う自動ピックアップ機能があります。それめちゃくちゃ珍しいですね。回復アイテムや弾丸、アーマーやヘルメット、いろいろ自動で拾うけど、特に大事なのはこの補給ポイントです。まあ赤く光ってるのでわかりやすいですな。これゲーム前に持ち込めるやつですよね。うん、これは負けても持って帰れて敵からは奪えません。そしてこの補給ポイントでゲーム中の装備を強化していく感じでした。激戦区にはこの補給ポイントがたくさんスポーンする感じでしたな。ハイリスクハイリターンってことですね。もちろん武器も自動でピックアップ。アタッチメントやアーマー関係はレアリティがあるけど、武器は救援物資のものを除きレアリティはない感じでした。アタッチメントを自動でつけてくれるのもありがたいですね。さらにこの自動ピックアップの部分にもオプションがあります。オフにすることはもちろんのこと、必要なものだけを拾うように設定することもできました。めちゃくちゃ細かくてすげー。おっと、足音が聞こえますな。これすげー、足音がでかいゲームですね。そこか、おらー、畜生逃げるなし。おらー、やったぜファーストキル。これソロ少なマッチなのでダウンしてる敵をぶっ倒してまずはルートを決めるといたしましょう。敵のデスボックスからも自動ルートするのですね。そしてみんな気がついていると思うけど、このゲームキルタイムがすげー早い部類です。これは公式でも明言されていることですな。おらー、拙者で瞬殺なのかー。まだアーマー育ってない段階なのでこの速さだけど、大人気なヒーローバトロワの2倍の速さって思えば良いですな。すげー初心者向きのバトロワってことですね。 TTK が長いと上級者ゲーになるからね。このゲームはそのマラクを目指しているのでしょう。 ABS すると即座に FPS 視点になるのも自分好みですぞ。そしてデフォルトではオフになってるけど、音声のオプションに可視化項目があります。これオンにするとコンパスやマップに銃声と足音が表示されますぞ。スマホバトロワによくある機能ですね。こういうのも含めて初心者向きといったのですな。なるほど。一旦装備が揃ったのでマップを確認しますか。安全地帯からは外れてますね。でもまだ時間はあるので補給ポイントを探しましょう。ってやばい、撃たれた。戦術スキル発動。このイオスさんのスキルは高速ブリンク。逃げるのにも攻めるのにも使える技ですぞ。まあ相当強いスキルになります。そして回復ボタンを押せば今必要なものを自動的に使います。どこまでも親切設計ですね。おっと、あそこにいるんだな。おらー、もう一人もいるみたいですよ。ここにグレネードを投げられたら済んでしまうので、戦術スキル発動。なんとこれ2スタックあります。2回使えるのかー。だからかなり上位のスキルだとは思いますな。よしよし、車を発見したぜ。マジかよ、車まであるのですね。これで安全地帯までひとっ飛びですぞ。でも車はかなりの爆音で走行します。うわー、でもらー、一人でも乗り出し射撃ができるのですね。多分ソロモードでは最後は懐かしのカーチェイスバトルになりそう。よくだな。おらー、あれだな、もう銃声で敵が敵を呼ぶカオス地域になったので、ここでの探索は諦めて次に向かうといたしますか。それが安全策ですね。車で爆走して次に向かう場所はただ一つ、それがオレンジハットですぞ。そのネタ群馬県民しか通じないんだよなー。わかりやすく言えば自販機ショップですな。そこで銃やアーマーやヘルメットを強化することができるのです。あのポツンとある建屋がそれなのですね。この中には装備に装着するチップが販売されてますな。これらは補給ポイントで購入が可能です。
装備に直接装着するタイプで、その装備を落とせばチップも一緒に落ちますな。すぐにはチップはできないのですね。おや、敵の気配。アルティメット発動。まさかのカットイン付きなんて。クラエビクラクション。おらー。そう、これがエオスさんの究極奥義。その名の通り解説ビームを出して、そして敵を光の粒子に分解する技です。割と残酷な技ですね。イオスさんは光を操る高速液狩りガールですぞ。敵を倒すと液狩りすぎーって罵倒決めますからね。最初に聞いた時はマジかよって思いましたな。そんなチップには様々な種類があって、爆発したり燃焼したり凍結したりとあるけど、自分が強いと思った武器チップは反重力、どの武器にも使えて弾速が速くなります。遠距離戦でかなり使えるチップですな。このゲーム、割と弾道落下も激しめですよね。他にもウォールハップチップもありましたな。これ弾を当てると効果発動ですか？いや、弾を当てても敵が弾を撃っても効果が発動しますぞ。それめちゃくちゃ強いですね。ちなみにこのイオスさんのアルティメット、すげー強いです。アルティメットは時間経過でゲージが溜まります。枠の中に入ってる敵にダメージを与えるすげー技。威力減衰もなくスキルと組み合わせると極悪な技になり、さらには枠内の敵全部にダメージを与える範囲攻撃ですぞ。やべーほどてんこ盛りですね。でも実はヘッショ決めた方がキルタイムは上でしたな。割と絶妙なバランスですね。そしてこのゲームの特徴であるチップシステム、装備ごとに一つだけ装着できます。もちろん防具にもチップは装着できて、クールタイム減少系のチップは強そうだと思いましたな。敵を倒せば体力回復なチップもありましたね。このバトロワモードは物色から装備強化が基本のセオリー、そして中盤になればお約束の救援物資が投下されます。もちろんそれは敵も狙ってくるので、見つけたぞ。おらー。おらー。この辺からロングレンジバトルが始まりますな。反重力をつけたバースト銃。これ相当に強かったですぞ。でも反重力がないとバースト銃はゴミカスでしたよね。チップによって武器性能がガラリと変わるのが面白かったですな。そして武器ダメージを微小に上げるバランスチップってやつもある。それと今回の技術テストで唯一のショットガン、そう、魔用ショットガンと組み合わせるとヤバかった。ただでさえ近距離はヤバい強いショットガンなのに、そのチップを組み合わせると、おそらくペレットごとにダメージが上がるのかな。もうほとんどのケースでワンパンできる極悪武器ができました。後から撃たれても大丈夫。光の速さで接近を決めてやりましょう。紫アーマーでもこの距離で3パンですぞ。ほんとテスト中の月戦術見つけるのだけは得意ですね。ぐへへ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 へ。それじゃあ他のキャラも見てみるといたしますか。このゲームはキャラのことをアウェイクナーと表現しています。この人は風属性っぽい空ガールなソルベイヤさんですぞ。一応念のためにポチッとな。ドキドキワクワク。静かに。うわぁ。ここはふざけていい場所じゃない。やったぜ、風さんが風で粉みじんにされたー。ぐにゃー。ソルさんはアサルトクラスの空ガール。パッシブで高所から落下すると即座に復帰できます。さらに高所から落下すると移動速度向上。もうお尻プリプリ双方で爆走しますな。この辺しつこんだー。ちなみにこのゲームはどんなキャラも落下ダメージはなし。戦術スキルはハイジャンプになります。さあみんなもハイジャンプで高所から落下を決めて、お尻プリプリ双方で広大なフィールドを爆走しましょう。あれ？これって何のゲームでしたっけ？そしてこの戦術スキルのハイジャンプ、正式名称はスカイリープ。貯めればより高度まで飛べるこの技は最強クラスです。そう、高所を取れるからです。どんなシューターも高所が有利ですからね。そして屋根の上に登れるのは今のところソルさんのみ。これは激戦区で大活躍ですね。このゲームの危険地帯、ゲーム用語で白い厄災と言います。そう、あたり周辺を怪人にキス恐るべき厄災です。白くなる演出がオシャレだー。でも第3段階になれば走っても追いつけない。けどソルさんなら大丈夫。アルティメット発動。おう、風場ができましたね。この中に入ってインタラクトキーを押せば効果が発動。しばらくの間無防備な時間ができるけど、それが終わればとんでもなく条約を決めます。そして空を飛んで移動することができるのです。自分だけじゃなくチームメンバーもこれを使えますな。もう安全地帯が随分と遠くになりましたよ。いやいや全くもって問題ない。これ移動速度が尋常じゃないので、もう余裕で安全エリアに入ることができますな。このアルティメットが使える状況その1、それは救援物資を拾うとき、実はこのゲーム、救援物資は落ちるまで正確な場所はわかりません。だからこそのこのアルティメット、落ちる場所がわからないなら、もう救援物資と共に移動すれば良いのです。
救援物資は落ちればマークが出るけど、ソルさんなら誰よりも先にダッシュできることでしょう。高速で移動できるソルさんだからできる戦術ですね。ソルさんはチームに一人は欲しいキャラ。なぜなら稀にこんなクソ落下になるからだ。屋根の上に投下とか救援する気がないじゃんかよー。救援物資には金の防具や大量の補給ポイント、そしてすげー強い赤武器が置いてありますぞ。救援物資から取れる最強武器の一つ、それがジャッジ SR。 もうデフォルトで会心チップが装着されていて、胴体2発でヘッショ一撃のすげー強い武器、さらにはズーム機能まで備えてる。もう序盤中盤終盤隙がない武器ですぞ。これすげーかっこいいですね。けどソルさんの一番の魅力、それは伏せた時になります。このゲーム伏せて視点操作すると体勢を変えます。何その無駄なすげーこだわり。この体勢が一番ツヤを決めてるのがソルさんですな。さあ皆さんも余った時間で舞茸プリプリ舞茸プリプリを決めましょう。こらー、お前開発者が頑張って作ったものを変な風に紹介するなー。いやこれを見ろよイワンコ、これが公式のスクショですぞ。なんでソルさん激戦時に舞茸プリプリしてるの。もうこのスクショにスタッフの性癖が詰まってますな。まさかの性癖バトロワだったなんて。それじゃあ次のアウェイクナーのご紹介。きっと水属性な魚っ子ガールのナセさんですぞ。これは可愛いガールですね。でももちろんポチッとな。ゆえいつも私で遊ぶのはやめて。ほんと風さんは怒られてばかりですね。ぐへへ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 。ナセさんの戦術スキル、シャークボム、水たまりを出してその上は移動速度が向上する技です。一応しゃがみ移動も速くなって、パッシブでチームメイト全員の速度が上がりますな。もちろんこれを使えば白い薬剤に飲まれても大丈夫。2スタックのスキルなので余裕で安全地帯に逃げれますぞ。ただこれ、自分的にはそんなには強くないと思った。スキル中に回復の移動速度も上がれば強いと思ったけど、そこはデフォルトの速度のまま、他のキャラのスキルが強いのでもっと速度向上しても良いとは思いましたな。一応誘導で敵にぶち当てれます。当たった敵はノックバックするのでそこを攻撃。建物の中で猛威を振るえそうですね。けどアルティメットが凄まじく強い。その名もタイドウィスパー。発動すれば海の力を借りて移動速度が向上します。そして降下中は死んでも復活します。そう、水に変身してその間は無敵。さらに体力まで回復しますな。何それすげー強いですね。もう降下時間15秒のエンペラータイムですぞ。でもみんなが気になるのはここでしょう。そう、伏せればパンチラします。むしろパンもろします。パンチじゃないから恥ずかしくないもーん。そう、ドロワーズ。アサルトクラス最後のアウェイクナーはこの人。炎属性のシアさんですぞ。命令なのでポチッとな。戦闘準備中はむやみにふざけないこと。うわあ。ポップコーンがスポーンしました。やったぜ、風さんがポップコーンに転生した。ちくしょう。そんなシアさんは戦術スキルで炎の壁を繰り出します。この炎は自分はダメージを受けず、敵が触れたら継続ダメージ。狭いところではかなり強い戦術スキルと思いました。序盤の武器争奪戦で活躍しそうですね。そこにいるのかしら。ほらこの戦術スキルは2スタックの技、さらに右クリックで横出しと縦出しが選べます。これで敵の視界を遮ってスモーク的に使うのですかね。多分そんな気はしますな。ということでスモーク的に使ってみた。まあ予想通りといえば予想通りだけど、これ自分も敵も弾丸は通しますね。切迫した状態でアンチに行く時に使えそうですな。上級者向けのキャラ感はありますね。ターゲット命中。シアさんのアルティメットはシルの炎、いわゆる範囲爆撃系の技になります。もちろん建物に逃げれば無力な技になります。でも逃げれない場所ではかなりの脅威。カスあたりでも継続ダメージ。これと銃でゾウの炎を撒き散らしましょう。でも基本的な使い方は逃げた敵を狩る感じかな。ほとんどの敵は建物の中に避難するので、シアさんはショットガンを持った方が良さげでした。これアルティメットは自分もダメージを食らうのですか。ああ、食らわなければこういう状況で最強と思ったけど、がっつり食らって直撃でワンパンでしたぞ。これ復活システムもあるのですね。第2ラウンドまでは復活できる感じでしたな。あとシアさんのパッシブとして、焼夷グレネードが強化されます。ありとあらゆる炎を操るキャラ、それがご命令ガールのシアさんですぞ。このキャラ人気出そうですね。それじゃあお次はサポートクラス。
回復属性で人造人間なロボコのカミールさんですな。とりあえず起動ボタンをポチッとな。何かご用ですか？よかった、感情プログラムがまだ未搭載だ。 UE5 の最新技術で無駄に揺れまくりますな。ムホホホホホ、このゲス野郎。感情プログラムが未搭載なロボコさん、もう戦場ではキリングマシーンと化します。そんなロボコさんのパッシブは蘇生速度向上だが、真にヤバいのは戦術スキル。味方も自分も回復できるこのスキル、なんとアーマー値まで回復しますぞ。走りながら回復できるのヤバいですよ。いやいや、そんなものは序の口ですぞ。この回復スキルは2スタック。さらに重ね掛けできるヤバい仕様。もうこれを出して打ち合いすればまず負けないですな。さすがにこれは弱体化されますね。うん、だって焼夷グレネードの上でも微動だにしないのだぞ。まあ技術テストの段階ではこんなのはよくあります。アルファテストの段階で弱体化されてそうですね。されてなかったらアルファテストはロボゲーになりそうですな。そんなカミールさんのアルティメットは転送装置。チーム全員を範囲回復するフィールドを出します。これスキルほどは回復速度は速くないけど、それでもこの上で打ち合いすればまず負けないとは思います。そしてもう一つの効果がかなり強い感じでした。それはワープ効果。自分も味方も回復フィールドの上にワープできます。これ味方とはぐれた時に使えますね。チーム戦ではかなり重要な技になりそうですな。もちろん恥じらいプログラムがないのでパンモロです。できればそのままの君でいてほしい。それがカミールさんですぞ。このゲス野郎。お次はスカウトなエージェント姉さん。きっと闇属性で闇姉貴なハクスリーさんですぞ。いやいや、この格好でエージェントは無理でしょ。でも用心のためにポチッとな。人は純粋な美には決して満足せず。これはいけたか。刺激を追い求めるものなのです。うわぁ、やったぜ。風さんが刺されて死んだ。うにゃぁ。そんな闇エージェントなハクスリーさんのスキル、口紅型ビーコンを投げて敵の居場所を暴きます。ほらー、もちろんその位置は味方に共有することができます。バトロワゲームではかなり強力な効果ですね。そしてこのキャラだけパッシブでフィニッシャーがあります。これを決めると敵チームの居場所を暴く効果までありますな。畜生、なんでこの人たち踏まれに行ってるの。アルティメットは具現化系のミストゾーン、巨大なハクスリーエリアを作り出します。そしてこの中に入っている敵の数が分かり、さらに自身の足音を消す強力な技ですな。このミストゾーン、外からは動向が全く分かりません。だからハクスリーさんの索敵スキルと合わせると強力と思いました。オラー、索敵効果発動。敵がミストゾーンの外にいるのが分かりますね。本番環境だとこういう状況が割と起きそうな気はしますな。そう思うとかなりこれ強いですね。そしてこのアルティメットが進化を発揮するのは最終盤の時。家にこもってる敵にこれをやるとかなり焦るとは思いますな。闇属性な暗殺姉貴、それがハクスリーさんですぞ。これも人気が出そうですね。最後に紹介するのはタンクキャラ。おそらく一番人気が出るであろう、デジタル属性のウサ耳ガール、キラさんですぞ。それでもボタンをポチッとな。友達になってくれるんですか？なんだよこれ、なんだよこれ。うりー、かわいい、かわいいぞー。やべー、風さんが壊れたー。キラさんの戦術スキル、それがホロシールド。デジタルな壁を作り出します。このシールドは自分の銃弾を通して敵は通さない、かなり強いものになってますな。そしてこのホロシールド、やばい硬い。壊すのにミニマガジン必要でした。これ出されたら逃げるかグレネード投げるのが特策ですね。でも遠距離戦でこれ出されると結構絶望的な気はしますぞ。中盤の移動フェーズで大活躍しそうですね。開けた場所ほどホロシールドの進化は発揮できますな。かと思えば兵所で出すのも強い。そう、敵を閉じ込めることができるから、使い方によっては可能性は無限大。それがホロシールドですぞ。これやられたらトサカに来るだろうなー。そしてこれがキラさんのアルティメット、その名もデジタル要塞。チーム全員が使える難攻不落なタワーを出す技です。ほらー、これは落とすのが難しそうですね。シアさんのアルティメットを出すしかないとは思いますぞ。さらにキラさんのパッシブ能力で、この要塞にいれば体力も勝手に回復しますな。めちゃくちゃ隙がなくてデジ幻想。そして見ろよこのカットインの表情、こんなのめちゃくちゃ可愛いやろー。うりー、うわー、また風さんが壊れたー。
それだけじゃないぞこのデジタル要塞。なんとホロシールドで強化ができます。ホロシールドは2スタックの戦術スキル、だから2箇所を強化できるんだね。そしてこのアルティメットが他とは違うこと、それが効果時間がないこと、一度出せば永続的に残りますな。いやキラさんも強すぎるじゃんかよー。ちなみにフィールドにはこんなポータルがあります。これに入るとワープしますぞ。もちろん車に乗っててもこれは使えて、行き先は空島になっておりますな。なるほど、こうやって空島に行くのですね。そんな激カワなキラさんだけどガードは硬い。畜生、やっぱりチェックするのですね。でも安心せよどうしよう。こういう時はオルトキーでフリールックを使うんだ。そう、あえて武器を持たずフリールック。これで目線を隠すえも知れぬ劣情な感情のウサギを干渉できますぞ。この早口変質コーンがうわぁ。だがイワンコフは池叔父を所望しますよ。残念ながら池叔父は実装されてないけど。今後の予定でイケモノは実装されますぞ。やったぜモフモフだー。おっとこれにはイワンコフもご満悦ですな。そんなわけで今回も話は脱線したけど本編に戻ります。ゲームの状況は中盤から終盤。言い忘れていたけどイオシさんのパッシブ能力、敵を倒せばスキルのクールタイムがリセットされますぞ。じゃあ永続的に光の速さで動けるのですね。そういうことになりますな。現在の状況は救援物資を取りに移動してる最中。ここで一つのテクニック。これちょっとした段差でパラシュートを開けるので、これを使えばかなり早く移動できますな。だが車に勝る移動手段はなし。この世界には大量の違法駐車がありますので、見かけたらどんどんクライムゲームをやりましょう。風散風散、崖ですよ。大丈夫だイワンコフよ活目せよ。車スキル発動。ほらー。マジかよ車が空を飛ぶなんて。これ車種によって移動スキルってのがあって、この車は気流で空を飛ぶスキルを持ってますな。バカゲーだ。これ一流のバカゲーやでー。よしよし、救援物資はいただきましたぞ。だが救援物資付近は激戦区になるのがバトロワゲーム。ほらー、おっと後ろの方でもやり合っているのか。ディフラクション発動。光の速さで弾を避けて撹乱させるんだ。ほらー、これもやられたらすげー焦りますね。結局救援物資を奪いに来たジョフ軍団、赤武器を使わずともアルティメットで撃退できたのでした。いやビームの射程長すぎだろー。おやおや、また救援物資が降ってきましたぞ。どうやら2ラウンド以降からラウンドごとに降るっぽいですね。それじゃあまた拾いに行きますか。今回は近くに落ちたので速攻で拾いに行けたぜ。そしてついに手に入れたぞ。このゲームの最強武器、CL ロック LMG だ。この武器、デフォルトで敵を凍結させる凍結チップを搭載。そして威力トレートがクソ高い。もう敵を瞬殺する武器ですな。弱点は移動速度が遅くなることですね。でもすでにすれば最速になるので要は使い分けですぞ。武器による移動速度もあるのですね。そんなチップの効果はマップ画面から切り替えて確認できます。もう随分と補給ポイントも溜まったからね。ここで防具を一気に強化するといたしますか。同時進行で強化もできるのですね。防具は武器よりも強化ポイントが安い。これも大事な仕様ですぞ。さあゲームも終盤戦になった。敵は残り4チーム、自分含めて10名が生きてますな。我先へと安全地帯に向かうのですね。安全地帯に到着するやいなや聞こえる銃声。どうやら敵チーム同士がやり合ってるみたいだ。もちろんそこは玉チャンス。やっぱりキルタイムが短いゲームは爽快だぜ。やりようによっては一人で複数を相手にできますからね。玉でチームを全滅させるのもバトロワの醍醐味ですぞ。さあ残すは2チームとなった。ここは建物の中に避難しておくといたしますぞ。アイテム整理もするといたしましょう。そしてこのゲーム、アタッチメントはかなり重要。あるとないとでは武器性能が段違いですぞ。武器に我ありて言わないけどアタッチメントはあるのですね。そして聞こえたぞ銃声。遠くで敵チーム同士がやり合ってるな。スコープ覗いて索敵だぜ。見つけたぞ。おらー。こうして最後の一人をぶっ倒して優勝することができたのです。うん、だいぶこのゲームを理解できた。これで本番のアルファテストで無双するぞ。みんな、戦場で出会ったらよろしくですぞ。よろしくお願いするのですー。ねえ風さん、イワンコフこのゲームのこともっと知りたいですー。ああ、もうそんな時間なのか。それじゃあ最後に簡単に説明しますぞ。アルファテストの登録方法もお願いいたしますね。このゲームの名前は運命のトリガー、ザッノビタ。
公式でも訳し方がウントリな現在開発中のバトロワゲームです。嘘だろマジでウントリだったのかよー。プラットフォームはパソコンスマホとコンソール、クロスプレイ完備で既婚無料タイトルになるとのこと。正式リリースは2025年と聞いておりますぞ。テストプレイも何回もやるみたいですね。制作会社は深圳市にある新興のサルアシススタジオ、数々の有名シューターの開発を手掛けたベテランが集結するスタジオです。このゲームが一作目になりますな。いや新興の会社の一作目で PVP シューターはチーターが心配ですよ。まあ正対策はしっかりやると思いますぞ。というのもこのサルアシススタジオの親会社、これバロラントの親会社と同じなのです。最先端の反チート技術、AI 反チート機能を搭載するって言ってましたな。チーター絶対殺す企業の本気が見れますね。それで風さん、今さらバトロワの新作ってどう思いますか？いやいや、今だからこその新作バトロワですぞ。もうシューター界隈はヒーローか爆破か脱出ばかり作られてて、最近はマジで新作バトロワってなかったけど、今でもスイッチの上位にあるのはバトロワゲームだし、モバイルゲームの売り上げ上位にもバトロワがあるよね。当たればすげーでかいので新規のライバルがいない今は逆にありかもしれない。でもガチャゲーになるんでしょ？まだビジネスモデルは公表されてないので正確なことは言えないけど、一般的なソシャゲビジネスで行くとは思えないですな。このゲームにはペイプーイン要素はありません。そしてこれは技術テストのストア画面になって、このままで行くかは不明だけどルートボックスはなかった。その代わりに課金でスキンを買う感じになってましたな。やべえ、キラタンのスキンすげえかわいい。うりーうわー、みんなに言ってたー。やべえ、風さんがまた壊れたー。そして武器スキンはこんな感じ。何これ西へのゲーム機モチーフかよ。これめちゃくちゃデザインが良いですな。早くこれで FPS モードでも遊んでみたいぜ。JPS ユーザーにも FPS ユーザーにもフォローしてて隙がないですね。もちろん無課金で入手可能なスキンもありましたぞ。当然のごとく運営モデルとしてはバトルパスを採用しそうです。今回のアルファでは実施するか不明だけど、これ系でありがちなのはテスト参加者専用のスキン。絶対にレアになるのでマジで参加をおすすめしますな。このシアさんのスキンすげー良いですね。技術テストで使えた武器は12種類。アサルトスナイパーにショットガンと SMG、あと LMG と DMR ってカテゴリーがありました。正式リリースまでにはもっと増えると思うけど、無難にアサルトライフルが強いバランスでしたな。剣闘士 AR ってのがダメージすげー強かったですね。でもその分リコイルが凄まじかったですな。風さん的にはこのゲームは何点ですか？いやまだ評価できる段階ではないよ。だってこれから作られていくゲームだから、少なくともベータになるまでは正確な評価はできないかな。それでも少し思ったこと、最近のシューター市場はキャラコンできるやつが好まれるので、ゴリゴリなキャラコンは不要だけどスライディングは欲しいかなと思った。おそらくアルファを遊べばみんなもいろんな意見が出ると思う。このゲームはグローバルでリリースされるけど、メインのターゲット市場は日本と東南アジアとアメリカとのこと。シューターゲームで日本をターゲットにするのすげえ珍しい。だからフィードバックも日本語で受け付ける準備をしていますな。こういうのはディスコードを介して行うのが常なので、動画の概要欄に公式ディスコードのリンクを貼っておきますね。ごめんなさい。最後になったけどアルファ登録方法はこちらです。今回のアルファテストはパソコンのみで実施します。一番楽なのは Steam のアクセスリクエストを使う方法。けどこれはランダムになるので、数が殺到した場合は許可が遅れることがあります。あと本日の段階ではまだ Steam のアクセスリクエストは開放されてなく、開放した際は概要欄にある公式 X で告知するとのこと。ぜひぜひウィッシュリストの登録もお願いするのですー。そして早く確実にアルファ登録するには公式サイトで応募しましょう。動画の概要欄から公式サイトに飛んでいただいて、このテストにエントリーのボタンをクリック。いくつかの簡単なアンケートに答える手間がありますが、運が良ければ早めにキーをもらえますぞ。ややこしいかなと思ったのは Steam ID の入力。ここはいつも使っているユーザー名を入力してはダメです。Steam を立ち上げてアカウント詳細をクリック。そうすると17桁の Steam ID が確認できますので、これをコピペしてアンケートに貼り付けましょう。ちゃんとテストに登録できたらこんなメッセージが出ますな。あとは登録したメールアドレスにキーが届くのを待つだけですね。アルファテストは9月25から10月1日まで、もちろん自分も遊びます。戦場で出会ったらよろしくお願いいたしますぞ。それでは皆さん、またねー。